いつがああだと言ってた、こいつがこうだろうって言ってた。さすが新ライン、噂の互い、確証ないほど拡散する。意外にああ見えてこうだとか、やっぱりそうなんだなんてね。本人も知らない僕が出来上がって、違う自分存在するよ。何が本当なんてどうでもいい、分かってもらおう、なんで無理なんだ。倒れていく悪意のドミノ、ドミノを立て止められない。転生したとこでまた同じことの繰り返し、もうそういうのうんざりなんだよ。誰もが語る通りみたいに、風の向き次第で、あっちこっちへとコロコロ変わる。世間の声に耳を塞いで、生きたいよ生きしかない。だから僕は一人で心閉ざして交わらないんだ。欅坂46の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。